ばらく寝とけっての。何？いらっしゃいませ。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。
ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。分かってこい。早く寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ったく時間食っちゃったよ。逃げるなよ。凍らせてもらうよ。ゴール。
ばらく寝とけって。残念だったね。
ばらく寝とけっての。ったく時間食っちゃったよ。しばらく寝とけって。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。
さ、行くか。ありがとうございました。たくいい加減にしろ。うわ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。そうじゃ情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。昨夜松金組が撃たれた事件、
何か情報は？それがあんまりねえんだよ。大体お前らにも松金組に東ってネタ元はいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよくないか？もし羽村にバレたらあいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ？じゃあ俺はただ酒おごらされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は昨夜から羽村が姿を消してる。知ってたか？組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよ。もうなら何か他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあそうだな。そもそもの話、教令会はなんでカムロ町に来てるんだ？わざわざ関西から。そりゃ東京にも縄張り持ちたいからだろ。東上会と交渉してでも。教令会はそこまで強い組織なのか？まあ東上会2万5000に比べたら教令会はせいぜい1000人程度。おまけにカムロ町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。ああ、教令会は 1,2 年前からカムロ町に出てきたが、すぐ東上会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった？教令会のバックには関西の梶平グループってのがついてる。